ススキノのホテルで頭部のない男性の遺体が見つかってから1ヶ月が経ちました。ここからは同県で捜査一課長や釧路警察署長なども務めた斉藤豊さんを今日はスタジオにお迎えしています。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。お,ま,すおま,すまずは1ヶ月経った今現在までに分かっていることをこちらでまとめていきます。はい、VTR のおさらいになります。 まず事件前の今年の5月から6月です。被害男性とルナ容疑者がすすきのの飲食店で接触していたことが分かっています。その際に何らかのトラブルを抱えていたトラブルがあったことも分かっています。そして先月7月1日午前2時までの間に、ルナ容疑者と父親の治務容疑者、札幌市内の小売店でのこぎり、ナイフ、おもちゃのような手錠を スーツケースそしてウィッグなどを複数回にわたって購入しています同じ日7月1日の午後10時50分頃男性がルナ容疑者とみられる人物とホテルに入室していますそこからだいたい3時間ぐらいが経ちました翌2日の午前2時頃ルナ容疑者とみられる人物が1人でホテルを退出していますその後父親と車で移動したとみられています そして、十三時間後、午後三時ごろですね。ホテルの従業員が客室の中で、頭部のない男性の遺体を発見しました。二十四日になりました。警察は、ルナ容疑者と父親のオサム容疑者を逮捕しました。そして、自宅を家宅捜索したところ、2階の浴室から被害男性の頭部が見つかりました。その翌日、二十五日になって、母親のヒロコ容疑者も逮捕されました。 まず藤尾さん、ここまで1ヶ月経って分かってきた時系列でまとめてみました、はい。ねえ、まあ本当に最初、事件が起きたときとね、でもうページをめくればめくるほど、なんで、なんで、なんでの連続っていうのね、皆さんのね、まあ、興味っていうところはいろいろいくんだと思うんですけども。はい、では、事件を相関図でも見てみましょう。 はい、これも vtr にありましたが、被害男性とルナ容疑者は知人関係とみられています。そして、トラブルを抱えていたことも分かっています。ここから斉藤さんに伺いますが、この実行犯とみられているルナ容疑者だけではなくて。まあ、一家三人全員が関与していたということになります。ここはどうご覧になりますか。そうですね。あの、この事件自体、あの。まあ、今ご紹介のあった通り、あの残忍な手口。うん それから、あのー、容疑者が単独でなくて、まあ、社会的地位のある、まあ、ご家族3人だったと、うんはい、いうことから判断するとちょっと北海道に言うては近来まれに見る、あのー、レベルの事件かなっていうふうに思いますしまた、あのー、捜査本部自体も、あのー、発覚から数日で まあ、ある程度容疑的感者は浮上してたと思うんですよね。あ、そうなんですか。この3人がということ。この3人がおそらく浮上してたと思いますが、はいうん、捜査をすればそれほどちょっとあのやっぱり社会的地位がある。ご家族ということ。それから、あの逮捕後のあの社会的反響を考えると、あの同系だけでなくて、あの札幌地方検察庁だとか。うん、それから東京の警察庁だとかと慎重な根回しをやった上で。 あの、まず入り口事件の、まあ死体損壊罪等で。逮捕に着手したという構図だと思いますね。なるほど。はい、そして、あの今逮捕容疑の話がありましたが。あ、はい、この死体損壊死体遺棄というのはニュースでも何度も聞く言葉なんですが。うん、私もこの死体両得というのは、今回のニュースで初めて知りました。斉藤さん、これはどういう容疑なんでしょうか。はい、これは結局、あの持ち去った頭部を、あの自宅の浴室に隠していたと。まあ。 保管していいたととうことです、ね、で通常の,あの死体遺棄とか損壊っていうのは、まああのー、殺した後にその遺体をまあどこかに運んで例えば橋の下だとか川だとか発見してないとこに運んでまあ遺棄するっていうのがまあスタンダードなパターンなんですけど、うん、まあ両得というのはまあ今回捜査,捜査本部がまあ捜索に入るまでまあ浴室にまあ 言い方は悪いかもしれないですけど大事に保管していたというようなイメージと考えていただければいいと思いますね。なんあとい,ってっていうお話も聞いててすごく思ったんですけどもそれだけまあ繊細な事件だんだと思うんです。となるとこの、まあ、社会的地位があるそんな家族がそれぞれどんなふうにこの事件と関わってたのか。はいはいはい そしてどういう関係性だったからこういうことが起こってしまったのかというところをそのことを現在あの、まあ、死体両特罪等で、まあ、あの交流を取っているわけですよね、うん、3人をあの身柄を確保して取り調べているわけですからあのそこの解明を今やっている最中だと思いますし。うんうんうん あのー、今死体損壊、死体領得で逮捕したっていうのは、うん、もう殺人罪であの3名になるか2名になるか、単独になるかは現時点は分かりませんけど、うん、逮捕するための入り口事件に過ぎないんで、うん、現在、あのー、身柄交留中の期間内に、まあ、3人の供述を聞いたり、集めた証拠を精査しながら、当然、殺人罪での起訴を見込んでね、今、それを目的で捜査をやってると思います。 はい、先ほどのあの斎藤さんの話聞くと、はい、やはり今その取り調べもより慎重に行って。ある程度こうしっかりとまとまってから、やっぱり発表しようという。警察側の動きというのもあるんでしょうか、ねはい。ええー、その通りですね。あの共犯事件なんで。あの単独犯であれば。あの、まあ、容疑者が浮上した証拠が集まった。よし、これは逮捕でいけるぞ、うん、っていうことで、パンパンパンといくんですけど、まあ、これは社会的地位のある。 ご家族の共犯事件ということが今回のまあ特異性とか逮捕までに時間がかかったということの原因だと思います。そして斉藤さんは H TV の取材でホテル周辺も取材で歩かれています。はい、まああの現場周辺まで父親のおさ容疑者が車で送迎していたとみられるわけなんですが、下見だとか、はい、綿密な計画性この辺りはどう見ますか。あのー、まああのー、おそらく父親か。 このルナ容疑者が主導してどちらかが主導して用意周到に犯行を呼んだということは間違いないななと思いますねるほどそしてですね、まあ、警察は殺人容疑についても慎重に調べているということなんですが、はい、ルナ容疑者が実行役とみられていますが今後の,この立件に向けての捜査のポイント、はい、両親の関与というのはどう見ていますか。はいあのー 現場からあのは、うん、あの,あの主従関係をはっきりしなきゃならないなんか現在のが現代の訴訟のポイントだと思う。家族内での家族内での主従関係、はい、あの共謀共同正犯っていう構図になると思うんですよね。であればあの主犯が誰で従犯が誰でということをまず明らかにしなければならない。それに今重点が置かれている。 関与ですから家族内での,その、まあ、話し合いといいますか、はい、事前のそのあたりというのはあったかなかというのは斎、はい、藤さんは見立てはいかがですか、うん、あの話し合いといととう、まあ、あの柔らかかなイメージで済むのか、うんうん、それともあの、まあ、ルナ容疑者があの父親母親母に、うん 犯行を打ち明けてまあ説得して犯行に及んだと構図なのかそれともルナ容疑者に従わざるを得なかったのかうん、うん、それか父親が、まあ、ルナ容疑者があの被害者の方とトラブルがあったというので許せないということで、うん、まあ主導して犯行に及んだのか、まあ、それを今解明してる。 うん、あのソウ本部で解明している最中だと思いますね。はい。はい、まさにこの三人の関係性がどうかというところになっていきますね。うんはい、ここまで北海道警元総裁地下調の斉藤豊さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。